武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は滋賀大学の入試について話していきたいと思います。滋賀大学ですが、2017年入試よりデータサイエンス学部が新設されました。もともとは教育と経済で、まあ、経済の中には夜間もあるという大学なんですが、こちらですね、まあ、入試形式としてはちょっと独特なのが、経済がですね A 方式 B 方式っていうのがあって、まあ、3科と5科両方で受けられて、まあ、3科の方がやはりセンターの点数が高く、必要にはなるんですけれども、まあそういった形です。でセンターのボーダーに関してはですね、経済のその3科の方に関しては、まあ、7割後半、まあ、中盤から後半程度、まあ、できれば8割近くは取っておきたいかなという程度で、5教科、全部使うものに関しては6割中盤から後半、まあ、7割取っていればかなり安泰という形になっています。で基本的にはセンターの配点が、高い、ところが多いため、まあ、センターで稼げるだけ稼ぐのが、基本の戦略ですね。まあ、経済に関しては、二次試験の、配点優先される、形式もありますので、まあ、そちら、まあ、どちらでも、一応勝負ができるという形になっております。まあ、そんな、滋賀大学ですが、それではですね、それぞれの科目の勉強法ということで、英語、数学、国語、自分が見たい科目を選択してください。